お疲れ様です。お疲れ。倉岸さんどうしたんですか。お、遊びに来るつもりだってそのままにしようかなと思ったんだけど、はい、やっぱ手伝うわ。急に気が変わった。気が変わった。ということでやる。浜田さん何年なんですか。そうそうです。36、7。36。倉岸さんが。え？俺28。あ、じゃあもうペーペーみたいな感じ。ペーペー。え、あれですか、さっきやってた下塗りの続きみたいな感じ。そうっす。そう、下に絵も上下分かれてみたいな。そうだね、この方がやりやすいやん。初コラボで。初コラボ。うわ、すごいっすね、なんか。しかもボランティアでボランティアでボランティアだ。ノーギャラだぞ、俺。ノーギャラ後が怖いっすノーギャラ後で怖いノーギャラ、ノーギャラ。わかりました、じゃあ早速上行きましょう。うん、寺木さん塗ってるの久しぶりに見ましたね。見た。なんで急に気が変わったんですか。なんで気が変わったんだろう。今日は気分によって帰るでよ。気分いいからって。もう気分いいで休みだでよ、ずっとやることねえでよ、手伝わせ。ボランティアだぞ、ボランティア。ノーギャラで行くべ。ノーギャラってすごい。はノーギャラってすごいっすだろう。こんなことやるの俺ぐらいだぜえ、なんか特にあれですよね、浜野さんからの指示もなかったっすよね。何の指示。え、もう勝手に塗ってくれみたいな感じだった。あ、そうそう。勝手に塗ってくれ。上は余剰中。そうです。違うんですか。この高さなかなか慣れないですね。そう。個人的に浜田さんもずっとこの高さとかは全然もう何とも感じないですか。うん、やっぱ僕まだ足場の上に乗るってことがそんなにないんで。このまだ練ってもないと怖いよね。そうですね。でもなんかもう丸見えなんで外が練ってもないと気持ち悪いね。これどっから練ってくるんですか。多分上がハーマンの上。レジェンドは行くで。ああ。俺ペーペーだって下なんだよ。下。え、すぐ実際の現場でもそうなんですか。そうだ、ペーペー下だと。ペーペーが下だ。下だって上から降ってくるだろう。先輩にお前どのかけるわけにはいかんだろう。ペーペーは下なんだよ。ペーペーは下なんだよ。確か10年違うってこと。10年違うけど。ああ、そこから。そう。が寺木さんの。つなぐ。よくですか。そうそうそう。何やってんの。その人だからか。え？ダウて。楽しいですか。は？楽しいですか。楽しいで。お。失礼。うん。手だけしやっぱあれだよね。え？人とやるとやっぱあれだよね。職人魂が出るよね。出るっすね。楽しいっすねやっぱ。そうやっぱり捕まったのが怖い。なんか揺れがあると。心もとない感があります、どうしても。やっぱり。落ちて。慣れればやっぱ違うんすか。上も一緒だろ、お前。やっぱでも揺れたら気持ち悪い。気持ち悪いですか。お盆手伝いに来たらいいじゃないですか。はそういえば、お盆。お盆手伝いに来たいけど、はい、ボランティアは無理だ。え、一日くらいだったらいいんですか。絶対。一日くらいだっていいよ。あ、ただですか。うん。浜田さん、やっぱりあれですか、一人でやる方が気分的に楽なものがあります。いや、たまにはあれだね、誰かとやるのも気合が入っていいね。そこはやっぱり職人魂が出るね、やっぱり出ちゃうね。でもやっぱりあれですよね、なんか2人とかだと人使っちゃうとやり方が違うんだ。そうだね。そういうのはやっぱあるんですか、うん、毎日若い衆と2人ってなるとまた違っちゃう、ね、ああ、そういうことですね。やっぱりその一人やってた方が自分のこのこだわりというか、そういうのが全部反映できてみたいな。 それではいかんと思うんだけど、下を育てるね。今後なんか使ってみたいとかっていう気はあるんですか。ないないですか。このままでいこうかみたいな。まあそうか。浜野さんも寺岸さんもこの人と一緒にやってみたいみたいな人今自社でいます。寺岸君とはやってみたかったね。あ、そうなんですか、うん、今回
実際にやってみてる感じですかね。うん、みんなとやってみたいけど、鈴木さんとはやったことあるし。ああ、そうなんですか。うん、結構こういうなんか自社の職人で応援とかってあったりするんですか。いや、ほとんどない。ほとんどないですか。うん、やっぱりみんなあれじゃないの、プライドまでやってるもんで、あんまり触ってほしくないんじゃないの。あ、やっぱり他の人にみんなこだわりがある分、誰かと一緒っていうよりはやっぱりそうだね。レジェンド兄弟ならもう兄弟同士で2人だけみたいな。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたかね、初。やっぱりちょっとあれですね、気合は入りますね。燃えました。気合入りました。気合入ります。いや、面白かったですよ。面白かった、うん、でもいいじゃないですか。え、2人でやれば儲からん。一軒あたりが高くなっちゃう。あ、確かに。あ、一軒あたり高くしてくれるんだったらいいよみたいな。だったら割っても、はい、ウイウイだろう。まあ、そうですね。その分早く終わりますよ。いや、この後もまたずっと一日、今日は手伝いますよ。うん、手伝いますよ。帰っても暇だね、今。そうですね、あんなになんか、キャッハーみたいな感じだったのに。キャッハーって感じだったの。ああ、ただ。よくありようが。遊びに来ただけだよ。って言ってたのに。言ってたのに。塗り始めるとやっぱ職人になってました、ね。あ、そうそうそう。止まらん。さっきまで夏休みボーイみたいな感じだった、ね。夏休み気分だったけど。急に職人になりましたね、やっぱ。うん。明日からまた夏休みだで。そうっすね。あ、そうっすね。会社自体ももうお盆休み入っちゃう。はい。もうなんというやる気のない会社だ。どうですよ、メリハリが効いてる。メリハリ。休むときは休む、やるときはやるっす。大事ですね。まあ、俺みたいに遊びに来て手伝っちゃうとかよ。そうだね。からの職人ですもん。まあ、そんな感じです。うん、なんだ、あの、いつも。またかよ、お前何回言わせるんだ、あれ。スポン。毎度おなじみの、はい、求人登場と外壁のマッチング、はい、したい人だけポチッと、はい、したい人だけだよポチッと、したくない人は嫌がらせでやってダメだよ。まあ概要欄にリンクあるんでお願いします。あと神奈川出店で、あの、足場職人とシーリング職人が足りてないんで、そっちの方もぜひお願いします。お願いします。足場とシーリングね。じゃあまた次の動画で会おう。また次の動画、はい、何回またすぐ来るだろう、そういうこと、はい、じゃあまた次、はい、次また苦労さん。Yeah.